その方ら、図が高いですよ。もっと業務を敬うように。何言ってんだ。ちょっと前に東方プロジェクトの人気投票なるものがあったのよ。あ、毎年やってんな。それで今年の1位がコンパク業務だったもんだから。なるほど、それでこの態度か。ちらほらとお祝いコメントもあったし、業務の人気がこれで証明されたわね。前年度は185名中3位、今年は198名中1位。これも一重に皆様のご支持のおかげ。みんなありがとう、ありがとう。け、何を言うかと思ったら、頑張って1位を獲得したのは東方のコンパク業務で、B 級の饅頭業務じゃないぞ。もう同じでいいじゃん。なんて都合のいい。言い訳ないぞ。何かで有名になった奴がいて、世間がざわついてる時、俺、こいつと知り合いでさ。まあ、こいつなりに頑張ったよな、的な上から発言する奴いるだろ。それと同じで、そいつとはほとんど関係ないのに自分すごいと勘違いしてしまうパターンだな。東方のよかりゅう饅頭とはまさにこのこと。つまり、人気なのはコンパク業務であって、お前ではないのだよ。自分の順位が落ちたからって業務に当たるのはどうかと思うよ。自分の順位って俺が推してる、霧雨マリサのことか。何位だったんだ。4位だったよ。はぐれい霊夢は。2位ね。ちなみに前年は1位だけどね。なんでだ、業務や霊夢に登場した奴の目は節穴か。この中なら断然、霧雨マリサじゃん。やっぱり人気がなくなってきてるんじゃないの。地味に転落してるもんね。誰が地味だこの野郎。別にあんたのことじゃないでしょう。これは不正選挙だ。はい。俺にはわかる。やり直しだ、やり直し。俺は認めんぜ。あんたコンパク業務が1位っていうのが気に入らないだけでしょ。そんなことはないぞ。公平な立場で話してるぜ。1ミリの偏りもない俺の意見を言わせてもらうと、これは東方人気投票実行委員会にクレームを入れなければいけない事案だ。偏りしかないじゃん。最悪ね。何の取り柄もないコンパク業務が1位で、主人公っていうだけでいい気になってる白霊霊夢が2位。あんた何言ってんの。セクシーで美しく花があり、他の追随を許さない圧倒的存在感の霧雨マリサが4位とはどう考えてもありえない。言ってて恥ずかしくないのかな。なんとでも言え、両霊夢になど霧雨マリサが負けるわけないのだよ。ちょっと、勝手に名前をまとめて呼ばないでよ。もう一度選挙やり直して、霧雨マリサが1位になったら覚えてろ。何をよ、地面にめり込むほど頭を下げさせて、もっとひれ伏せ、我を称えよ、ってやってやる。性格悪。なんだって人気投票第1位だからな。誰も俺の命令には逆らえないはずだぜ。東方の頂点だもんな。うははははは。それってさっきあんたが言ってた、東方のよかりたまんじゅう。やり直しなんてないのにね。こんにちは、メインパーソナリティの霊夢です。前回に引き続き、コメンテーターのマリサさんとヨウムさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今回もうまい棒を徹底討論していきましょう。もう少しだけモフモフを堪能していきませんか。あまり時間がないのですが、心に余裕を持たないと息が詰まりますよ。わかります。モフモフは心の栄養素ですからね。じゃあ早速行きましょう。完全無視ね。地獄に落ちろ。そんなに文句があるなら、次回からメンバー選を進めてください。本編が待ち遠しいです。気持ちが通じてよかったです。ほとんど脅しじゃねえかよ。最悪ね。では今回もうまい棒を徹底討論していきましょう。前回に見たプレミアムうまい棒が気になったので、早速食べてみたのですが、もう最高ですね。何味を食べられたんですか？和風ステーキ味です。これがわさびの辛味がツンときて、もうなんとも大人なうまい棒が堪能できました。それは食べたことがないですね。私も今日にでも食べてみようと思います。業務さんは幼児体型ですからこのうまい棒は食べれませんよ。大人のうまい棒なのですから。体型は関係ないでんよ。私みたいな大人にこそふさわしいお菓子、それがプレミアムうまい棒なのです。業務は認めないわよ。マリサさんが大人って言い張るのもどうかと思いますけど、前回はいろんなコラボ商品をざっと紹介いたしましたが、面白いうまい棒はまだまだあります。そういえばすごく多いって言ってましたね。そうなんです。例えばこれなんかは欲しくなる人がたくさんいると思います。プロ野球うまい棒。へえ、こんなのがあるんですね。各球団のオンラインショップとかで売っていたりしてましたが、そのほとんどは販売中止。全部ではないですが、Amazon や楽天などで売っていますよ。これって全球団分はないんですか？はい。販売されたのは巨人、阪神、広島、中日、楽天、ソフトバンク、日ハム、横浜、ヤクルトですね。これはファンの心をくすぐるいい商品と言っていいと思いますよ。私は、鬼平犯科帳うまい棒とかあったらすぐに買ってしまいます。私は、プレミアム霧雨マリサうますぎる棒とかあったら大人買いしますね。なんか余計な文字がいくつかついてますけど、うますぎる棒なんてないでしょ。コラボ相手とのバランスを考えたらこれくらいじゃないと釣り合いが取れないと思いますが。そうですか。次に紹介するのはほとんどの方が知っているあのお菓子とのコラボ。関西限定うまい棒の恋人。いやいやいや、お菓子とのコラボって、味はシュガーらしく味でイメージを損なわないですね。お土産には良さそうですけど。これってまだ販売してるんですか？ざっと通販サイトを見ましたが、どこも売り切れになってましたね。これはちょっと欲しいです。オリジナルパッケージが作れることで、いろんな会社やお店、仲間内で楽しめるオリジナルうまい棒を作れるというのもまた魅力の一つなんです。それはいいですね。ぜひ B 級マリサうまい棒を作りましょう。はい、一体何をおっしゃってるのでしょうか。本家が第4位なのに B 級マリサうまい棒とか人気出るわけないでしょう。そこに行くと本家が第1位の B 級業務がパッケージになった方が、イメージ戦略としては普通の流れじゃないかと。まあ、それは、花がない業務さんには荷が重いかと思いますが。そんなことはないです。
普段からヨウムさんはなんとなく影が薄い感じで、顔色も良くありませんしね。本家さんは半分幽霊でしたっけ？ますますいただけませんね。こういうのは華やかさが大事ですから、ここはやはり私が。なんでヨウムがそこまで言われなきゃいけないのよ。むきー。あんた言いたい放題ね。今までいろんな味を出してきたうまい棒ですが、当然ひっそりと表舞台から消えた味もたくさんあります。ピザ味、豚キムチ味、餃子味、カニちゃんこ味、キャラメル味、ココア味など、他にもたくさんのフレーバーがこの世を去っているんですね。ココア味とか美味しそうなんですけどね。私はキャラメル味が気になります。全体的に見ると中華系はなかなか厳しい状況にあるような気がしますね。餃子味とか、麻婆味とか、カニシューマイ味とかも絶滅されました。味が微妙なんでしょうか。餃子味なんかは開発に相当苦労したらしいですが、こだわりまくった商品はニンニクの匂いが強烈だったとか。それは餃子味なのかニンニク味なのか微妙だったのでは。好みは人それぞれですからね。なんとも言えないところです。復活とかしないんでしょうか。コンビニ限定で何商品か復活とかあったりしてますね。そういうのがあればちょっと嬉しいですよね。ここで問題です。現在販売中のうまい棒の中に、何度も現役から外されては不死鳥のように蘇ってきたうまい棒があります。過去に4回もの復活劇を見せている、そのうまい棒とは何味でしょうか。明太味ではないでしょうか。やはり長い歴史の中で4回もの復活ができるのなら、昔からある商品だと思うのですが。ヨウムさん、大きく違いますよ。答えはサラミ味です。何度も改良を重ねてより良い商品にするために何度か止められたのです。メイン商品をラインナップから外すのは苦渋の選択だったと思いますね。しかし全てはお客様のため。そこにはいろんな人間ドラマがあったことでしょう。答えは納豆味です。全然違うじゃないですか。霊夢さんがですか。なんで問題出してる私が間違えるのよ。何が苦渋の選択なんでしょうね。一体何のお話なんでしょう。言っている意味がよくわかりませんね。無視でいいですよ。あ、はい。で、このうまい棒というロングセラー商品に対して真っ向から立ち向かう商品があります。それがこちら。まずい棒。いや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 、名前からしてダメだろ。なんなの、まずい棒って。これはちょっと販売の一冊が変わってるんですが、これを販売してるのは銚子電気鉄道株式会社というところ。鉄道、なんで鉄道会社がお菓子を販売してるんですか。これは千葉県銚子市に本社がある、いわゆる銚電の経営がまずいということで、最初は濡れせんべいを販売。電車運行存続のため頑張ってきてたんですね。ところがそれまで売れ行き好調だった濡れせんべいの売れ行きが悪くなり、これはまずいということで、まずい棒を販売という流れみたいです。どこまでが本当かよくわからないのですが、結構軽いノリなのか。本当にここはいろんなことをやられてますよ。夏に開催のお化け屋敷電車、今年はコロナの影響でお化けとの距離を保ちながら安全に配慮して10月頃にはやりたいとのことですし、映画なんかもやるみたいです。お化けとの距離を配慮してやるお化け屋敷電車とは一体。気になる方はホームページで確認。これはいろいろとすごいですので、一度見ておくことをお勧めします。できることは何でもやる、この姿勢は見習うところも多々あるかと思いますよ。経営って大変なんだね。他にも類似品でこんなのもありますね。和歌山の梅棒。はい、山崎梅栄堂さんという梅を専門に扱ってる会社の商品です。梅の専門店が出してる梅棒なら美味しいんじゃないのか。最初は単なるうまい棒のパロかと思いましたが、ちゃんと意味があったんですね。梅味は本当に酸っぱいらしいですよ。そして梅マヨネーズ味はサラダっぽいとのことです。いいですね。試食はないです。霊夢ちゃんはや。ちょっと前なんですが、話題になったうまい棒がありまして。話題になるようなものって何ですか。うまい棒卵かけご飯味とかじゃないでしょうか。そんなうまい棒はありません。ある映画の公開を記念してうまい棒が配られることになったんです。その映画がニコラス・ケイジ主演、俺の獲物はビンラディンという映画。何ですかその映画は。コメディかな。実は元に作られた映画なんですが、この映画のために作られた特製うまい棒、通称ニコラスケックが配布前日に急遽配布中止となったんです。なんでですか。当初は一連の関連グッズに関して、ニコラス・ケイジ及び権利元会社との契約に基づきガイドラインに沿って制作していたらしいんですが、うまい棒に関しては知らなかったし、肖像権を認めてないとのことで企画自体がなくなったんですよ。なのでこれは幻のうまい棒となっています。お菓子のパッケージにされるのが気に入らなかったのかな。ニコラス・ケックっていう名前にイラッときたんじゃねえのか。多分違うと思いますけど。うまい棒はいろんなグッズも出ています。 T シャツや入浴剤、アクリルキーホルダー、スマホケースなどいろんな関連商品が出ています。さすがうまい棒ですね。ファンにはたまらない商品ばっかりだと思います。変わったところではこういったものもあります。うまい棒着ぐるみコスチューム、コーンポタージュ味。これはどういった用途で使われるのでしょう。使い方は人それぞれだとは思いますが、ハロウィンなんかではいい感じで注目されるんではないでしょうか。いい感じで注目されるならいいのだが。他にも明太味、チーズ味のコスチュームがありますよ。その情報はいりませんね。味のセレクトは大事ですよ。そうだけどそうじゃないかん。他にはこんなおもちゃもあります。何ですかこれ。超絶合体駄菓子うまい棒ロボチーズ味。
いや、まるでロボット感がないのだが。このうまい棒がトランスフォームしてロボに変身。もう心が踊りますね。そうかな。そうなんです。もうこのフォルム、心をわしづかみにされてしまいますよね。そこまで購買意欲はそそられてないんだが。他にも超絶合体駄菓子うまい棒ロボ明太味があります。これはぜひついで揃えていただきたいですね。そうですか。そしてうまい棒はパチスロの世界にも進出しました。ほんとだ、すごいですね。もう設置はされてないとは思いますが、見つけた方はぜひうまい棒を食べながら売ってもらいたいです。もう何でもありな感じになってるような気がするんですが、気のせいです。そしてうまい棒関連グッズ私の一押し。うまい棒 FRP フィグア、チーズ味。はい、これちょっとでかすぎねえか。買ったとしてもどこに飾るの？これは完全受注生産で1ヶ月ほどかかる商品なんです。話聞けよ。そしてこの商品のお値段はなんと、25万2500円。どうでしょう？いや、どうでしょうって言われても。そんな金額持ってないぞ。ナンバーリングプレート付きですよ。そう言われてもね。そんなに押してるなら霊夢さんがお買いになったらどうでしょうか。そうですね。お金はしっかり貯め込んでいらっしゃるので、その気になればすぐ買えるのではないでしょうか。私の貯金通帳からお金が減るとかありえません。貯めるための通帳なのに減らしてどうするんですか。いや、お金って使うものじゃ。いざという時のためのものです。それに額面の数字が減ったらモチベが下がりますので、ハイパーインフレでお金が紙くずに変わればいいのに、なんて恐ろしいことを。そのハイパーインフレというお菓子は美味しいのでしょうか。死ぬほどまずいです。あ、じゃあいいです。いや、お菓子じゃないんですけど。去年7月にはうまい棒ショップというのが大阪にできまして、もうすぐで1周年を迎えられます。今年はコロナの影響で大変だったんじゃないでしょうか。そうですね。ですが、5年ぶりの新商品、海苔塩味の発売を記念して、いろいろとキャンペーンをやられてますので、企画を通った際にはぜひ立ち寄っていただきたいですね。海苔塩ですか？間違いない味を出してきましたね。私の読み通りです。あれ、前回は、ビーフカレー味が出るとか言ってませんでした。誰がそんなこと言ったんですか？マリサさんがご自分で言われたんですけど。空耳じゃないですか？イジリカを紹介いたしましょうか。業務さん、スタンドを引っ込めてください。まったく、そうやってすぐに切れるとかよくありませんよ。その言葉、そっくりそのままお返しいたします。次に行きます。もう駄菓子の枠に収まりきれない活躍を見せているうまい棒。一体どこまで広がりを見せるのでしょうか。ここは駄菓子のお店ですか？いえ、スナックうまい棒です。はい。この店内にあるうまい棒を選んでそれをつまみに飲む場所ですね。結構話題になったお店なんですけど、今は閉店されていますね。コロナの影響ですか？詳しいことはちょっとわからないです。しかしうまい棒だけで飲み屋ができるとかすごすぎますね。うまい棒って何なんだろうな。哲学ですね。哲学か。うまい棒というのは食べるだけではありません。何ですかこれ？うまい仏です。おいおいおい。うまい仏ってなんだよ。うまい棒って仏様なの。まあ、こういう活動をされてる方もいるってことですね。でも私は食べ物として考えたいので。わかるぜ。もったいない病のお前には芸術とかわかるわけないもんな。え？霊夢ちゃんそんな病気にかかってたんだ。かわいそう。かかってません。勝手に変な病気認定しないでください。じゃあ、これ見て、食べれるのにもったいない、って思わなかったか。思いましたけど、やっぱりもったいない病じゃねえか。かわいそう。うっさいわね。そういう言葉使いはメインパーソナリティとしてどうかと思いますよ。しっかりしてもらいたいですよね。あんたたちそのセリフ絶対忘れないからね。ちょっとお聞きしますが、業務さんはうまい棒を食べるとき、どうやって袋を開けますか？そうですね。ギザギザになってる部分から袋を開けてそのまま食べますね。マリサさんはどうでしょう？横に寝せた状態で上から手で押します。このとき、均等に力がかかるように押すのがポイントです。そうすると袋の中で割れるのがわかります。これを開けると綺麗に4分割されてるのです。へぇ？私はそうやって食べてますね。ただ、この画像のはちょっと欠けてるのでよろしくないですね。今回、コメントでもそのような意見をたくさんいただきました。ハンマーのように振り下ろして袋を開けるパターン、マリサさんのように押して割るパターン、袋を開けずざっくり砕くパターン、これは他の味と混ぜていただくといい感じになるそうです。なるほどです。4分割の意見も多かったのですが、綺麗に割れなかった時は悲しくありませんか？うまく割れなかった時はブルーになります。生まれてきてすみませんという気持ちにもなりますね。いや、そこまでならなくても。まったくだわ。ですが安心してください。そんな悩めるあなたを救う必殺アイテム、うまい棒カッター。これで綺麗に割れないという悩みから解消されますね。お、なんと素晴らしい。マリサさんぐらいしか悩んでないと思うんですけどね。これは綺麗に4分割され、さらにスパイラルにもでき、別の味を組み合わせることで新しいあなただけのうまい棒を作ることができるという画期的アイテムなんです。これはすごいですね。そうかな。そうですよ。ご家庭に壊れた時の予備も含めて3台は欲しいところですね。おいおいおい、数がおかしいぞ。そこは普通1台でしょ。いつ売り切れるかわからないから買いだめしとかないと怖いじゃないですか。怖いの意味がわからんぞ。まったくです。外に出かけるとき、あなたはバッグの中からそのままうまい棒とか出してませんか？普通じゃないですか。ずっと手には持ってないでしょう。はっきり言ってそれはスマートじゃないです。そんなことではモテません。何言ってんだこいつ。いつ何時でも爽やかにうまい棒を食べたい、そんなあなたの願いを叶える商品がこちら、うまい棒専用ケース。何ですかこれ？レザーを使って作られたうまい棒専用ケースです。これを使えば安い駄菓子のうまい棒から高級感あふれるラグジュアリーなうまい棒に早変わりするなんとも贅沢な商品です。
お前自分で何言ってるか分かってんのか。これに入れても味が変わったりするわけじゃないのに。お値段8800円で、ソールドアウト。これを見てると物の価値とは、人の心を豊かにする商品に対してそれ相応のものだと思いますね。無駄に金使いたい奴っているんだな。これ、880個のうまい棒買えるよね。これでスタイリッシュに食べればあなたもモテモテ間違いなしです。販売されてるのを見つけたら即買いですよ。迷ってる暇なんてありません。なんか深夜の通販番組みたいになってきてない。あいつ、意外とこういう才能があるのかもな。一通り紹介してきましたが、ここからは前回お願いしていた。あなたのベストうまい棒ランキングです。おお、これは楽しみです。もうざっとコメント見てもわかる通り、あの味が圧倒的でした。やっぱりあれですか。あれでしょうね。では B 級コメでの圧倒的人気のうまい棒は、コーンポタージュ。なんだよ薬弱老って。普通の味を書いてて選べないという方もちらほらいたので、最初に書いている味を選ばせてもらったので、本当はもう少し多い感じです。業務さんはこの結果をどうご覧になりますか？いろんなアンケートでもコンポタは圧倒的人気ですもんね。やはりという感じです。マリサさんはどうでしょうか？昔、うまい棒コーンポタージュ味は溶かせばそのままコーンポタージュになるんじゃないかと思いまして、カップにお湯を注ぎ、うまい棒コーンポタージュを溶かしてみたんですが、出来上がったのはコーンポタージュじゃない何かでした。それを思い出しましたね。コンポタになるってなんでそう思った？食べた時は味の再現がすごいのでそう思ったんですが。一体どんなのが出来上がったんだろう？同じようにコンポタにしようとした方からのコメントも結構来てましたね。やっぱりいるもんだな。残りの順位をざっと紹介します。2位、明太味、54票。3位、たこ焼き味、41票。同じく3位、チーズ味、41票。5位、野菜サラダ味、31票。6位、納豆味、27票。7位、サラミ味、20票。8位、チョコ味、17票。9位、シュガーラスク味、15票。10位、テリヤキバーガー味、8票。となっています。あとは僅差ですからここまでです。意外なのはチョコが人気だったことですね。なぜでしょう？これはチョコを使用してるのでコストがかかりすぎるからじゃないかと思うのですが、通常のうまい棒より短いのです。あ、本当だ。見ての通り損した気分になるので、あまり売れないんじゃないかと危惧していたところこのように好きな人はがっつりと押していましたね。損した気分になるのはあなただけ。生粋のドケチですからね。節約家です。そうですか。第3位のたこ焼き味にはこんなコメントが来てました。たこ焼き味が一番好きです。製造工程に手間がかかるために利益率が低いたこ焼き味を、消費者人気が高いのでサービスで生産していた。それが一度工場が火事で消失して、生産方法を変えた復刻版を作る目標、その後にリニューアルしてオリジナルの味に近づけたドラマチックな展開を扱ってほしいです。すごい、ここまで熱く語れるのは愛ですね。ぜひ、たこ焼き味のコスチュームを着ていただきたい。残念ながらたこ焼き味コスは売ってなかったです。そうですか、それは残念です。これは言われてる通り、たこ焼き味は2度の味付け工程があるので、非常に贅沢なものとなっているんです。なるほどです。鉄板商品も好きだったって方もいらっしゃいました。ここ味は3票ありましたね。これは私も興味があります。黒糖やサキイカなんていうのもありましたし、復刻版が出れば食べてみたいですね。さすがにサキイカはターゲット層が狭いのではないでしょうか。まあ消えた原因はそこですからね。私はキャラメルが食べてみたいですね。他にもこんなのも、もち太郎が好きだった。いやこれはうまい棒じゃねえぞ。日暮里の駄菓子丼屋で駄菓子買った時に、おまけでつけてくれた東京限定アップルパイ味、美味しくなかったな。好きな味を教えてほしいとお願いしてませんでしたっけ。ドラゴン味クソまずかった。いや、だからなんで嫌いなのを報告してるのか。ロブスター味ですかね。まあ、食べたことないんですけど。食べたことないのかよ。他にもたくさんのコメントをいただき、ありがとうございました。それではそろそろお時間です。2回に分けてお送りしたうまい棒特集ですが、ヨウムさん、どうでしたか？はい、私はうまいわがちょっと気になります。いや、うまいわとか全く出てきてないんですけど。マリサさんはどうでしたか？世の中の食べ物が全て10円ならいいのになぁと思いました。うまい棒特集の感想を聞いているんですが、まだまだここでは紹介しきれなったうまい棒のグッズや関連商品、いろいろと探してみて、お気に入りの商品を見つけるのもまた楽しいですね。今日はお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。そういえば食べ方についてもたくさんコメントが来てたのね。普通に考えれば明太味を粉々にしてふりかけとかじゃないか。それ、普通なの。食パンで挟むパターンもありね。チャレンジャーっているな。これってどの味を使うんだろ。チーズとか明太子などの濃いめのフレーバーのうまい棒の穴に細く切った餅を詰めてな、トースターで焼く。不思議なことにうまい棒は焦げないが、餅は柔らかくなってうまいうまい棒になる。うまいうまい棒とかすげえな。小学生の頃、うまい棒の穴に30円のサラミ入れて食うのが好きだった。それ美味しそう。チーズ味を粉々に砕いて、もんじゃの中に入れて食べると美味しいね。もんじゃか。どんな感じなんだろうね。ご飯にかけたり、卵で閉じたり、もはやお菓子の枠を超えた食材とかしてるな。他にもたくさんのコメントありがとうございました。そういえばデリシャスケックという歌をなぜ紹介しないと来てたんだけど。何それ。前回紹介した内首獄門同好会の曲猫の惑星を紹介したけど、あれはあんたたちが好みそうだからそうしたんだけど、すごくいい曲だったぞ。実はあるのよ、うまい棒を歌った曲が。お、みんな熱いな。
曲を流せるなら流すけど、それはできないからさ。お前が歌えばいいんじゃね。え、そうね。ヨウムたちは知らないから歌えないし、霊夢ちゃんしか歌えないもんね。サビの部分だけでもいいからちょっと歌ってみろよ。ヨウムも聞きたい。じゃあ、ちょっとだけだよ。ワンツー。うまい棒、うまい棒、うまい棒。デリシャステップっていう歌、これで本当に合ってんのか。多分違うと思うよ。まあ、下手ね。とりあえず音痴なのはよくわかったぜ。そういえば、うまみちゃん、VTuber デビューらしいよ。マジか。でも、YouTube では俺らの方が先輩だからな。それ、あんまり関係なくない。ちゃんと聞いてる、聞いてる聞いてる。霊夢って歌が超うめえのな。あんたたち、よく聞いてなさいよ。これが魂込めて歌うってことだからね。ワンツー。うまい棒。てか、もう収録終わったんなら帰ろうぜ。そうだね。うまい棒。